熊野神社にて、カセドリが竹を打ち鳴らし、酒を勧められる。道具三島のカセドリは、佐賀市ハス家町の三島地区で正正月に行われる、大訪神工事。350年以上伝わると言われ、2002年2月20日に重要向け民族文化財に指定されている。2016年には、大訪神、仮面、仮装の神々の一つとして、 国連教育科学文化機関の無形文化遺産への登録が提案された。しかし、審査が先送りされ、2017年に再提案。2018年11月、無形文化遺産に登録された。カセドリとは、神から使わされた私有のつがいの鶏と考えられている。毎年2月の第2土曜日の夜、土地の独身男性2人が、わらみのに身を包み、鉄鋼。 キャハン、白い旅、傘を身につけ、カセドリに噴する。カセドリはまず、熊野神社の拝殿に走り込み、先が細かく割られた、長さ1.7メートルほどの竹を床に激しく、打ちつける。続いて、カセドリ一行は、地区内の家々を順番に訪れ、その年の家内安全や、五穀法上などの祈願のため、同様に竹の先で、家の床を打ちつけて、悪霊を払う。 その後、家人が酒や茶などを振る舞い、カセドリは顔を伏せたままそれに応える。この時にカセドリの顔を見ると幸せになると言われ、家人はカセドリに顔を上げさせようと、そこの深い器を接待に用いる。このように来訪神に噴した者が家々を訪れる。民族行事は日本各地に伝わっているが、三島のカセドリは北部九州での同様の行事として、 日本人の民間信仰の理解の上で貴重なものとして注目されている。また、カセドリが竹で悪霊を払う所作は他の類例がほとんどなく、地域的特色も豊かとされて、地域の人々に親しまれている。ありがとうございます。